グロズヌイ。グロズヌイは、ロシア連邦南部に位置するチェチェン共和国の首都。グロズヌイとはロシア語で、恐怖を覚えさせるという意味でイワン四世のあだ名、大帝として知られる。チェチェン独立派は、ジョハルと呼ぶ。チェチェン一ケリア共和国の初代大統領、ジョハールド大夫にちなんだ名前で、1996年に、 独立派の政権が存在していたときは、ダジョカー・ゴラが公式の使命であった。2005年、チェチェン共和国の国会は、アフマド・カディロフにちなんで、アフマドからと改名するよう決議したが、次男のラムザン・カディロフ現大統領に誇示された。1818 18年、ロシアの前哨基地としてテレク川のコサックによって住んじゃ、川に面する、この地に、ズナや要塞が築かれ、 カフカーズ戦争では主要な基地となった。1850年代に油田が発見される。ロシアに併合される頃には、要塞都市としては旧式化して廃れる。1869年に黒ロズヌイという使命になる。1893年、合詞内まで通り、発展がようやく始まる。20世紀初頭に石油センターとして、石油化学工業が起こってくるまでは、 コサックの町として、干漫な成長でしかなかった。その後、市内での石油掘削が活発化し、ロシアの油田地帯の中核となり、発展が加速する。ロシア革命が起こると、ボルシェビキ軍は、市内を掌握、コサック軍と激しい戦闘となる。しかし、アントオン・ゲニーキン指揮する白軍が到着、石軍は一度は駆逐される。その後、 赤軍のカフカーズ精鋭部隊の援軍で、やっと奪還に成功。1921年に山岳自治ソビエト社会主義共和国に組み込まれる。1922年にはチェチェン自治州に組み直され、その首都となる。この当時、住民のほとんどがコサックだったため、ソ連政府はコサックの反政府行動を恐れて、山岳地帯のチェチェン人にグロズヌイへの移住を奨励。 1936年、チェチェンイングー支持地共和国が生まれる。第二次世界大戦中の1944年、チェチェン人とイングー支持人は、ナチスドイツに協力したという落印を押され、グロズヌイを追放される。その際、1万人が殺される。さらに市内のチェチェン人のいた痕跡は、内務人民委員部によって徹底的に抹殺された。その後、グロズヌイ州となる。 住民は、ロシア人ばかりとなった。1957年、チェチェンイング支持地共和国が復活し、チェチェン人の帰還が許される。今度は、ロシア人が市内を脱出、彼らの移住先は主に、バルト三国であった。1960年代には、ロシア人の人口は過半数を割り込み、民族紛争が、起きてくる。この時期は同時に、グロズヌイのりが、 ソ連式に大きく進んだ時であった。市内にはソ連式のアパートやグロズヌイ大学が建設された。1989年には市の人口も40万人に達した。ソ連崩壊でグロズヌイにはジョハルド大夫の独立派の政権が誕生。市内に残っていたロシア人などチェチェン人でない民族は独立派の過激派によって強制的にグロズヌイから追放さ。 民族浄化も行われた。第一次チェチェン紛争では、1994年12月から翌年の2月にかけてまず市内で激しい戦闘が行われた。戦争は当初、グロズヌイへのロシア軍の絨毯爆撃が中心で、その後、グロズヌイの空軍基地がロシア軍の軍事拠点となって市街戦となった。1995年6月、 郊外の山岳地帯に基地を構え上げり戦を展開していたチェチェン軍が反抗に転じる。8月、チェチェン軍はロシア内務将軍の1万人を包囲、グロズヌイ東部にあるロシアの反カラ空軍基地から出撃したロシア陸軍部隊を撃破する。チェチェン独立派がグロズヌイを掌握した中で急戦となる。1997年、チェチェンイチケリア共和国のアスランマソハドフ大統領によって、 ジョハルと、使命が変えられる。1999年10月、ロシア軍は、グロズヌイを包囲、市民で混み合う中央ワザールに5発の SS-21 を発射、140人が死亡した。その後、大量の火力を動員し、砲撃に移行した。砲兵は、ビルの上層階を意図的に攻撃、そのため、第一次チェチェン紛争より、市のインフラに、 甚大な被害を及ぼすが、死傷者は少なかった。2000年2月、ロシア軍は、チェチェン軍に、市内から隣村への安全な退却を約束、チェチェン軍を罠にかける。地雷原となっていた、退却路におびき出されたチェチェン軍は、壊滅、市長や最高指揮官が戦死、シャミルバサエフも負傷する。ロシア軍は、無人のグロズヌイに外戦する。市内を、 徹底的に爆破した後で、市民の帰還が許可された。現在においても、散発的な戦闘も発生するが、市内の一部では復興の兆しも見え始めている。チェチェン紛争で破壊された家屋は6万棟、そのうち2006年までに900棟が再建された。工場もわずか3つであるが再建された。チェチェン駅も2005年に業務を再開し、チェチェン空港も2007年に、 モスクワへの定期便を復活した。2008年、4年の歳月をかけて、欧州最大のモスクである、グロズヌイモスクが再建された。2011年現在、建設ラッシュに沸いている。モスクワの開発地区、モスクワシティに倣って、11年秋の完成を目指している45階建ての高層ビル群、グロズヌイシティの建設工事が進んでいる。 トラムやトロリーバス網があったが、1990年になると部品の盗難や乗客の運賃未払い、ストライキが横行し、路線の延長計画はストップ。さらに第一次チェチェン紛争で公共交通はストップした。トラムの軌道は破損し、バスはバリケードに転用された。トロリーバスの損害は警備であったが部品が盗まれ、運行に支障をきたし、 バスをトロリーバスに改造した。第二次チェチェン紛争で、トラムもトロリーバスも深刻な損害を受け、今日でも運行されていない。グロズヌイ市内の大通りは、チェチェンの復興と治安を安定させた功労者として、ウラジーミル・プーチン大統領の名前を冠した、プーチン大通りがある。FC テレク・グロズヌイが、ロシアサッカープレミアリーグに所属している。アフマド・アレーナを本拠とする。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。